喉白草ド鳥は草ド鳥族に分類される鳥の一種。オーストラリア固有種全長16から23センチメートル。メスよりもオスの方が大型になる。上面は褐色や暗褐色の羽毛で覆われ、暗褐色の横縞が生える。喉は白い羽毛で覆われ、腹部やお化け部の下面は赤褐色の羽毛で覆われる。卵は長径2.9センチメートル。 単径2センチメートルで高褐色の殻で覆われ褐色の不規則な斑紋が入る。幼鳥は上面に横縞がない。喉や胸部は赤褐色、腹部や下尾筒は白い羽毛で覆われる。オスは喉に八字状に太く白い筋模様が入り、喉や上胸に黒い横縞が入る。海岸の周辺にある下媒が密生した林園に生息する。地表で 希少することは少ない。オスは6から9ヘクタールの縄張りを形成し、生活する。植生は、動物食で、昆虫、蜘蛛、カエル、小型爬虫類などを食べる。地表を徘徊しながら、獲物を捕食する。繁殖形態は乱生。多種のサイズリを真似して取り入れた、短く複雑なサイズリを行う。婚姻形態は、一夫一妻か一夫多妻。ドーム状で、 三座として腐食室を敷いた巣をメスが作り、5から11月に1回に1から2個の卵を産む。メスのみが放卵し、放卵期間は36から38日。ヒナは孵化してから21から28日で育つ。オスは生後3年、メスは生後2年以内に生成熟する。寿命は約9年と考えられている。開発や伸びによる、 生息地の破壊などにより生息数は減少した。1842から1889年の間に6カ所で発見例があったのみで絶滅したと考えられていたが、1961年に再発見された。1966年に生息地が保護区に指定された。保護区内での伸びの発生防止などの環境整備により生息数は増加傾向にある。 1993年における生息数は約1000話と推定されている。ありがとうございます。